はい、皆さんこんばんは。大塚進です。本日、令和4年のですね、1月の14日、金曜日ですね。まあ時間はですね、5時過ぎですね。5時過ぎですけども、とっぷり暮れましてですね、日が暮れまして真っ暗です。で、例によってですね、まあ桂尾村からのですね、レポートなんですけど、まあこのアマちゃんのにゃんこは困ったもんですけどね。もうさっきからですね、抱っこ抱っこでですね、まあペロ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 攻撃に今さらされてるところなんですけど、こうやって、ね、ペロペロ舐めてくれるんですけどね。まあ、ちょっと今日カメラね、ちょっとこっち向きなんですけど、見えるかな、見えるかな。もう夕方になってね、冷え込んできまして、もうガンガン石油、ガンガン石油じゃないや、ガンガン薪ストーブをね炊いて、家の中は暖かいんですけどね、外は相当冷え込んでですね、もうかなり寒いですね。ちょっと向きを変えますね。カメラの向きを変えられるかな、変えられないのかな。まあじゃあこれでいきましょうか。で、今こっち薪ストーブガンガン炊いてですね、あとこっち見えるかな、こっち見えるかな、あとは見えるかな。例によってね、この間もそうだったんですけどね、炭七輪を炊いてるんですけどね、こうやって家の中、七輪と薪ストーブでですね、結構家の中あったかいんですけども、外はもう冬の寒さでですね、寒いですね。で、まあ今日も特にこれといってね、ないんですけども、一応桂村レポートということですね、昨日今日あったことをねお伝えしようかなと思うんですけども、まあ、昨日ですね、このにゃんこちゃんはですね、よく働いてくれましてですね、また来た来た、よいしょ、まあしょうがないね、落ち着く。昨日のですね、昨日の朝ね、こんなこと、まあつまんない話ですけど、こんなことがあったんで、ね、まあエピソードをお話ししておきますけどね、朝方うとうとしておりましたらですね、このにゃんこもね、寒いんでね、よく布団に入ってくるんですよね。で、以前はですね、動物をね一緒に自分の布団の中とか入ってくるのはちょっと抵抗があったんですけど、もう最近はね、寒い中でこの子もアマちゃんでですね、まあ布団に入ってくるのもしょうがないと思ってですね、もう週に1回2回はですね、なんとか丸洗いしてね、体きれいにしてですね、丸洗いしてですね、まあちゃんとザブザブ洗ってですね、それでも布団に入ってくるのもまあしょうがないと思ってね、よしとしてたんですよね。で、寒いと入ってくるんでね、まあうとうとしたんですよ、昨日の朝ね。で、また明け方うとうとしてる時にね、このにゃんこがね、入ってきて一緒にいるのかなと思ったらですね、どうも様子が違うのでね、なんだろうと思ってね、パッと目を覚めたらですね、ちっちゃいネズミちゃんがですね、ネズミといってもこの辺り山にいるですね、ちっちゃい、本当に20日ネズミくらいちっちゃいですね。でも色はその、何ていうんですかね、普通の茶色っぽいね、灰色っぽいネズミなんですけどね、ネズミちょろちょろ飛び出ているんですけどね、私の布団に入ってですね、何だったんでしょうかね、私と一緒に温まってたのかね、それとも何か他の理由があったのか分かんないけどね、まあ私の布団の中にネズミがちょろちょろ入ってきたんですよ。びっくりしてね、あれやと思ってパッと起きてですね、そしたらもうネズミはね、驚いてさーっとそのどっか隅っこの方に逃げていったんでね、まあ山の中の生活なんでね、まあ、そういうこともあるなと思ってですね、まあ、それでまた寝たんですよ。そしたらね、もう一回それでしばらく経って、まあ、起きる時間になって起きましたらですね、実はこのにゃんこがですね、にゃんこが働いてくれてですね、しっかり仕事をしてくれてですね、そうさっきのそのネズミだと思うんですけどね、血まみれの肉団子とかしたね、そのちっちゃなネズミをですね、このにゃんこが加えてですね、得意げになってね、入ってきてですね、どうだっていう感じでね、取ってきたよっていう感じでね、見せてくれてですね、もう獲物を取ってきてくれて、さっきそのしばらく前にね、私と一緒にいたネズミはですね、かわいそうにこのにゃんこの餌食になってですね、もう本当肉団子ですよ、血まみれの肉団子、かわいそうにね。でも完全にもうやられていたわけですね。まあ、そんなことがございました。で、
にゃんこはねちゃんと仕事してくれて、このにゃんこは仕事してくれてね、いいことやってくれたんだと思うんでね、まあよくやったよくやったとね、いい子いい子ということで褒めてあげてですね、でそのネズミをねいたぶってるんですけど、いたぶっても遊んでるっていうかね、そんな感じだったんですけども、隙を見てね、隙を見てパッと取り上げてですね、でこのストーブにですねポンと放り込んでですね、まあダビに伏せてあげました。まあ、そういうことがございましたね。まあ山の中の生活なんでね、まあ、そういうこともあるんだろうなと思うんですけどもね、まあ私とそのネズミとの接点はほんの数十秒か1分か分かりませんけどね、布団の中で一緒にいたというだけの接点なんですけどね、まあ、ちょっと哀れだなというかかわいそうだなと思ったので、ね、こんなところにね来ないでね、どっかで他のところにいればね、今でも生きていたのにね、かわいそうにと思うんですけども、まあそれも人生ですね。まあ、そんなことはございますよ。で今日はね、本当に今日も一日で、いつもと変わらずの一日だったんですけどもね、先日から申し上げてますね、高知多幸先生、現代音楽作曲家の高知多幸先生の方からねメールいただきましてね、先日去年ね一緒にコンサートさせていきました、おことの上田まりなさんと私と、それから高知先生の作品でね演奏させていただいたんですけど、そのことについてですね、今日メールいただきましてね、まあとにかく録音自体はね、まあちゃんと撮れていてですね、十分素晴らしい録音ができているということを連絡いただきましたらね、私としてはちょっと大変ほっとしましてね、なんとかねお役に立てるように、迷惑かけないようにねしようと思って頑張って演奏したんですけども、まあその結果としてね、まあ、ちゃんと録音取れていてね、いい CD と DVD ができそうということを連絡いただきましたのでね、なんとかお役に立ったことでほっとしましてね、まあその、CD と DVD をね、もうしばらくしたら出来上がると思うんですけど、そしたらね、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思っております。まあ、そのところです。まあ、今日はね、哀れなネズミさんの話で、それだけなんですけども、まあ、引き続き私もね、頑張ってやっていきますので、どうぞ、引き続きよろしくお願いいたします。見えるかな？外はね、見えるかな？外はもうとっぷり暮れましてね、本当に寒い冬になりましたけどね、でも、前回の動画でも申し上げた通りですね、その外の寒さはすごく寒いんですけどね、やっぱり家の中はガンガンストーブ炊きますとね、とても暖かくて、で薪ストーブで、温まりましてね、とても、まあ、気持ちのいい生活をしております。そのところです。じゃあそういうことで、取り留めのない哀れな今日の一日のレポートでしたけどもね、ネズミさんかわいそうだったんだけどでしたけども、カツラのレポートということで終わらせていただきます。ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。さよなら。